とはこの書類をコピーして郵送して終わりね。ああもう本当に静電気なんてなくなればいいのに。そんなこと言って静電気がなくなると困るのは元美さんの方ですよ。ちなみにそのバチってなるのは静電気と放電なので、厳密に言うと静電気という表現は少し違いますね。こちらを詳しくご説明すると、ミニリさん、放電なのは分かったから、なんで困ることになるの？つい話が脱線してしまいましたね。元美さんが行おうとしたコピーですが、実は静電気はコピー機には欠かせないものなんです。静電気が？そうなんです。こちらを詳しくご説明しますね。オフィスやコンビニエンスストアでよく見かけるコピー機、こちらの中にある感光体にまずは注目です。感光体？感光体全体にマイナスの電荷を帯びさせます。ふむふむ、帯電ね。そこに原光をもとにレーザー光を照射すると、感光体表面に静電気で像が作れます。この露光は光が当たった部分はマイナス電荷がなくなり、光が当たらなかった部分は電荷は残るという仕組みなんですね。他にも原光に光を照射し露光する方法もあります。これはイラストのように文字が書かれていた部分だけ電荷が残るわけです。いろんな方法があるのね。続いては文字や絵柄のマイナス電荷がなくなり電荷を失った部分にトナーが付着する現像が行われます。そうなのね。そして転写、トナーと逆の電荷を帯びさせた紙にトナーを写し取ります。ここでも静電気が利用されているのね。最後に定着、熱と圧力を加えてトナーを定着させてコピーの完了です。コピー機から出てきた紙が温かいのはそういうことか。帯電、現像、転写とコピー機の中で静電気が大活躍なのが分かりましたか？はい、確かに静電気がなくなると困るのね。コピー機以外にも空気清浄機、自動車の塗装など静電気は利用されているんですよ。そう思うと静電気がありがたく思えてきたかな。本日も良いエンドルフィンです。ところで元美さん、何？コピーはよろしいですか？そうだった、忘れてた。痛い。やれやれ、元美さんには今度は静電気のご説明も必要そうですね。